このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介しています。作付けの準備から収穫までのやり方や失敗、野良作業を楽にする改善や方法など紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要1、残りのオーバーオシソを猛暑に定植する動画です。毎年畑に自然に発芽するオーバーオシソの苗を移植して栽培をしていますが、今年は発芽が遅れています。今日は追加でセルトレイで育苗した苗を定植します。育苗で弱い苗は猛暑で枯れ始めています。5日前に40株を定植して、今日は残りの35株を定植します。今日も気温は35度の猛暑で、定植は早々に切り上げます。第1章、定植位置に穴を開ける。さつまいもの苗を定植するときに穴を開ける棒を使って、千鳥で2列に30センチ間隔で穴を開けます。棒の白い部分が30センチの長さになっています。ちょっとした道具を作っておくと、いろいろ活用できて作業がはかどります。畑は乾燥して砂漠のようにサラサラになっています。第2章、苗を定植する。定植する穴を掘り、まず灌水します。苗を定植してさらに灌水をします。一苗ずつの定植は効率が悪いので、複数株単位に定植します。苗が細く根張りが少ない野菜はセルトレイではなくペーパーポットの方が楽です。セルトレイは一株ずつ下穴から棒で押し上げる必要があります。雨が降らないので畑はサラサラ状態ですが、マルチの下は気持ち湿り気が残っています。雨が降らない、雲一つもない、晴天はいつまで続くのでしょうか。例年は自然に発芽してくるオーバーオシソを移植しているのですが、今年の発芽が遅いので追加で種をまきました。少し発種のタイミングが遅いので、この猛暑で苗が育つか心配です。大きな苗のみ定植したので、今日は35株の定植となりました。今日の苗が大きくなり、美味しいオーバーオシソの葉が食べれるようになるか、雨次第ですかね。
第3章、寒冷舎をかける。畑に発芽した大葉おしそには寒冷舎をかけませんが、定食したものは軟弱なので一応寒冷舎をかけておきます。寒冷舎は100均のものを使用しているので何本も必要になります。寒冷舎も長尺品の正規品を使った方が長持ちして結果的に安いかもしれません。100均の寒冷舎は四隅にしか固定するハトメがありませんので、中間の位置にハトメを追加した方がバタバタしません。向こうの隣に畑に野生のキジのつがいが餌を探しています。第4章、畑をうろつく野生のキジ。カメラが GoPro なので公園撮影ができず、画像も荒くなっています。第5章、オーバーおしその定食が完了。ちょっと遅くなった定食とカラカラ天気で大きくなるでしょうか。朝露だけの水分だけが頼りです。第6章、ハクビシンの餌場。5日前の7月26日のハクビシンの餌場です。今日の餌場です。トウモロコシは完食されています。第7章、コーヒーブレイク。熱停止のたびに冷却です。気温35度、とにかく暑いです。空調服を着た方が楽になります。今日のコーヒーは救援物資でいただいたブルックスのブルマンブレンドです。汗が噴き出しますので、スポーツドリンクと水をたっぷりと補給します。畑に発芽してきた大葉おしそも手入れをしないと雑草に埋もれ始めました。畑の大葉おしそは40から50センチほどになってきたものもあり、少しずつ収穫をしていきます。大葉おしその害虫は緑色のオンブバッタです。無農薬栽培なので、某専業農家の方のお言葉をお借りすると、オンブバッタと共同出荷で収穫権はオンブバッタにある。収穫の時にはオンブバッタが我先に飛んで逃げていきます。収穫する大葉おしその葉は穴だらけで、大きく欠けた葉がかなり多いです。我が家では
葉を複数枚まとめて天ぷらにします。カリカリと食感も良く栄養分もたくさん含んでいます。スーパーでは10枚入り1パックで並んでおり、何十枚も料理に使うことはできません。夏の野菜の一品として大葉おしそはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それではごきげんよう。